はい、今回はコーンローです。でキッズのコーンローで、まあ、ダンスとか、まあ、いろんな発表会とか運動会とか、まあ、これからでしたらクリスマス会とか、まあ、忘年会ですね、いろんなイベントで、出てくる髪型ですね。でコーンローはだいたい横に入れると、デザイン的にいいですね。で今回のキッズの場合は前髪がありましたので前髪下ろしても可愛いです。ですけどポンパドール言いまして、こう上に上げたり、ちょっとくくったりするとまたそれはそれで、おしゃれな感じになりますね。まあ前髪も編み込むことも可能です。ですけどキッズの場合は下ろしてても可愛いのでこういうスタイルもおすすめです。でアレンジとしましてはポニーテールですね。ポニーテールにするとバランスがよくキュッと引き締まりますので、コーンロー自体を、目立たせると言いますか、かっこよく見せる方法ですので、シンプルなんですけどポニーテールにしておく方がいいですね。毛先の方をちょっとカールつけてもいいんですけど、カールつけなくてもむしろカールつけない方がコーンロー部分を際立たせるという感じですので、ぜひやってみてください。